40歳高校生と中学生の子持ちシングルマザーです、年収850万円、金融資産1000万、お金の勉強の目的で息子たちにジュニアニーサ講座を開き、軍資金や入金してあげて運用させてます。何か他にも教えてあげておいた方がいいことはありますか。むしろ下手に教えなくていいと思うんですよね。ある程度お金がある状態でもうゼロになってもいいのであれば、何かを調べること自体が目的になると思うんですよ。親にそのインデックスファンドに投資した方がいいよって言われちゃうと、それをそのまま信じちゃって、結局その金融資産に対してのそのリテラシーっていうのが生まれない可能性があるんですよね。その なんだかわかんない、じゃあソフトバンクみたいなあの乱高下の高いところにバーンって突っ込むとかっていうのもして経験になると思うんですよね。理論上これがいいよね、Google とかって儲かってるんだから Google 株買っときゃいいよねっていうのが、理論上正しいんですよ。 Google ってずっと伸び続けてるじゃんみたいな。でも実際 Google の株を買おうと思った日には売りと買いがあって、売りの株は結構今の状況だと高値だけどこれ掴むべきみたいなので買ってみたら、なかなかその高値まで戻らない期間が結構あったりして、どうしよう、損切りした方がいいのかなみたいなのがあったりとかもあるんですよ、やっぱり。なのでそういうのも実際にその理論上の話と、本当にじゃあ株を買いました、自分がポジション株を持ってる状態でいつ売るべきかみたいなタイミングをどう考えるかっていうのも、やっぱりその場になってみないと分かんないんですよ。要はその何かの発表があって、その例えばじゃあアップルが iPhone13 発表してアップル株持ってたとしてね、なんかこれは売れるっしょって思って、でもどこまで上がるかは分かんないんですよ。なのでなんか 5% 上がって 10% 上がって、これまだまだ持ってた方がいいの、それとも今すぐ売った方がいいのとかっていうのが、じゃあ過去のアップルの状況だったりとか、サムスンがじゃあ新製品発表した時って何%上がったとか、いろんな比較をして、ここがもうギリギリだろうとか、やっぱ怖いから早めに売ろうと思うのか、もうずっと持ち続けちゃうっていうタイプなのかっていうのも、その自分自身でいろいろ調べて学んでいくことなので、なので親があんまり教えない方が実はいいんじゃないかなと僕は思ってます。僕その株を買うのは本当に向いてないって話を前にもしたと思うんですけど、大学生の時にその日経新聞を1ヶ月間読むっていうのをやってて、でその時にこの会社の株ってこのパターンだと必ず上がるようなっていうのを見つけたんですよ。今でもあると思うんですけど、フリージャーマクロスっていう2部上場の会社で、たまにその安いパソコンを売り出すのを配給っていうコピーで売り出すっていうのを日経新聞に広告を出すんですけど、それをやると株価上がるんですよっていうのが分かってたので、配給の広告が出た日にフリージャーマクロスを買いに行くっていうのをやったんですよ。台風の日にね。13万円で買ったと思うんですけど、現金、その時代オンラインとかなかったんで、野村証券多摩支店に13万円を持って、雨に濡られた大学生の子がフリージャーマクロスの株をくださいっていうので買ったっていうのがあるんですけど、で、その大学生の時に買って、で、2年後ぐらいに株価が半分ぐらいになってたんですよね。で、僕は株向いてねえなと思って、完全正付けにしてたんですよ。5年後ぐらいに経って、調べたら、その半額になってたんじゃなくて株式分割してたんですよ。で3分割してて、実は3分割してて半額ということは、本来であれば3分の1になってたものがその倍の額になってるので、だいたいね、倍は得したけど6万円ぐらい得してたのかなっていうので、要は損したと思って塩漬けにしてて、で得してたことすら気づかないみたいな状況だったので、やっぱり僕株向いてないわって確信したんですよ。やっぱその株価を毎日のチェックするっていうこととかが、やっぱその時間の無駄だし、別になんか株価をチェックしたことで株価が上がるわけでもないので、まあ株持ってる人って毎日5分ずつぐらい株価チェックしちゃう人っているんですよ。で、それって毎日5分の自分の人生を無駄にしてるんですよ。その株価が上がって、そういや自分が見ることで株価が上がるんだったらいくらでも見るけど、見ようが見栄えが株価は変わんないわけじゃないですか。でもそれがなんとなく気にしちゃうっていう時点で、自分の人生がどんどん損してるんですよ。例えばその9時でもチェックするし、15時でもチェックしちゃうってなっちゃうと、その9時と15時は必ず株価をチェックしなきゃいけないっていう、その精神的なそのリソースを取られるし、実際5分とかも時間も取られるので、それを一生続けるのは僕は嫌だと思ったので、もう僕は株買わないって決めたんですよ。置きっぱなしで寝かせてる株は買うんですよ。株主優待券もらえる系のやつとか。っていうので、その自分自身がどういうのに向いてるかの知る上でも、やっぱりある程度子供に任せた方がいいんじゃないかなと思います。配当金だけで暮らすとまでいかなくても、家賃分を補うためにどのくらいの分株を買えばいいですか。配当金で暮らそうとするよりも、どちらかというと株主優待で暮らそうとした方が楽ですよ。配当金って20% まず税金取られるんですけど、モスバーガーとかに株を買うとモスバーガーの食券がもらえるんですよ。で、そのモスバーガーの食券自体には税金がかからないので、
あとね、結構株によってはなんか米10キロくれるとかそういう株があるんですよ。なのでそこの株主優待を狙って、あの要は1年間暮らすっていう方向にした方が配当金で暮らすよりも効率のいい方向になるんじゃないでしょうか。お疲れ様です。地方公務員のものです。日光フロッギーなるものを始めようと考えています。ドコモの D ポイントで株を購入できるサービスです。ネットでメリットデメリットを調べたのですが、なかなか一歩が踏み出せません。ご見解お願いします。知らないんですよね、これなんすかその D ポイントで株を買えるというだけだったら別に円で株買えばよくね。なんで D ポイントで一時株しちゃうの。なんかその溜まった D ポイントで買えるから D ポイントを余らせるぐらいだったら株の方がいいよねぐらいだったら、まあ好きに使えばいいと思うんですけど、ただ多分買える株の制限とか、あの株主優待が一株単位になってももらえないみたいな、多分微妙な制限があるパターンな気がするので、もし本当に儲かる株っていうのがあってこの株持ちたいと思ったら普通に買ってちゃんとその株主名簿の名前載せた方がいいと思いますよ。あの長期保有者の方が株主優待優遇されるみたいな株とかもちょこちょこあるので、そういう場合って早めに名前入れておいた方が得だったりしますよ。ひろゆきさんは1000万円あってお金を増やすために使おうとすればどう使いますか。まあとりあえずインデックスファンドとかにぶち込むんじゃないですか。まあ1000万円ですからね。細かいやり方でもしやるのであれば、まあ一人暮らし前提になるかもしれないですけど、あの株主優待券で食い物とかがもらえるようなところの株を買いまくるっていう可能性ありますね。いや、そのモスバーガーとか株買うと、あのモスバーガーの株主優待券とかもらえるんですよ。あの、だいたい株の配当って 1%、2% くらいしかいかないんですけど、あの食品系の株主優待券って金額でいくと利回り 5%、10% とかになったりするんですよね。なのでそうすると、普通に株を買った利回りよりも株主優待券で浮く食費の金額を考えると得だったりするんですよ。例えばそのビッグカメラの株主優待券とか買うと年間10万円くらいかな。なんかあの、ビッグカメラで電化製品買えるっていうのがあるんですけど、そうすると、その、配当率は低いんですけど、毎年10万円入ると考えると、利回りでは実はビッグカメラ得だよね、と。そう、桐谷さん方式。あと、その株主優待券自体を転売するって、アナとかジャルとかも、あの、株主優待券売れるんですけど、っていう感じで、その、株主優待券を転売するっていうのをやると、配当って 20% 税金かかるんですよね。ただ、株主優待券を転売しても税金かかんないですよ。1万円の配当を出してくれる会社の場合って、20% あの税金取られるので、実質8000円しか手に入れないんですけど、1万円の株主優待券が9000円で売れると1000円得なんですよ。なので、その税金を払わなくて良いっていうメリットもあるので、実は株主優待券狙いで回すっていうのも、1000万円くらいだったらありかもしれないですね。1億だと多分、あの、ビビたる額なんで。2回目38歳男年収500万です。積立兄さんインデックスで投資検討中です。年間40万、20年間800万の満額で投資しようかと思ってます。資産配分で悩んでおります。スタートとして今のようなこの流れを考えると、ひろゆきさんどうされますか？別に普通になんかニーサでいいと思うんですけど、ただあの、最初のうちはあの株主優待券もらえるやつの方がいいですよ。あの、株主優待券で、まあ、例えばそのなんか2万円分マクドナルドの株主優待券もらえると、マクドナルドで2万円分食えるので、一応2万円分の出費を減らせるという計算も立つんですよ。まあ、あの、まあ、外出て飯をなんか1年間になんか2万円分ぐらい食うよねっていう時に、飯食いに行く先をマクドナルドにしとくと、2万円現金が手に入ると同じ計算になるんですよ。なので、その株主優待でもらえる金額っていうのが実は現金であるっていうふうに計算すると、実は結構お得だったりするんですよね。なので、その配当とか株価だけじゃなくて、その個人で、あの、まあ、そんなに多額を使う場合じゃない場合は、株主優待っていうのも計算に入れるといいんじゃないかなと思いますけど。桐谷さんがやってるやつですね、はい。いや、桐谷さん優秀だと思います。そう、ふるさと納税もいいですよね。あの、ふるさと納税でとりあえず米もらうっていう。祖父に吸ってもいいから株式投資がどういうものかやってみると100万円渡されました。私は株式投資に関しては無知ですが、ひろゆきさんの話を普段から聞いているので、この少ない単純に稼げるとは思っていません。ですが、貧乏学生なので、このお金を何とか活用して生活を足しにしたいです。祖父に対して株式投資を学んでる風に装いながら、このお金をうまく活用する方法はないでしょうか。あの、株主優待が出る、割とまともな、あの、会社に投資してみてください。ビッグカメラとかが、あの、なんか、株主になると株主優待券としてビッグカメラで使えるあの優待券もらえたりとかで、まあ、マクドナルドとかモスバーガーとかスキヤとか、あとスカイラークもあったかな、なんかその飲食店系も株を持ってるとその分のなんかあの
食べ物がそのレストランとかでお店で頼めるっていう株主優待券もらえるっていうのがあるんですけど、ただまあちょっと今あの飲食店系はコロナがあるので微妙かもしれないので、そんな感じであの株主優待目当てで選ぶといいんじゃないかなと思います。はい、桐谷さん戦法ですね。なのでその株主優待券をそのおじいちゃんに見せて、おじいちゃんこういうのもらいたいよっていうとちゃんと勉強してるなってなるんですけど、であの株主優待券配る系の会社って株価下がりづらいんですよ。あの株主優待券狙いのもうかその会社の経営とかマジ全然興味なくて、あの要は毎年毎年来る株主優待券目当てで買ってる人たちっていうのがいるので売らないんですよ。なのでなんか経営悪くなったとしても株価下がんないんですよ。だって株価見てないんだもん。そのあの毎年毎年モスバーガーのかその優待券をもらうためだけに株買ってるから、株価が半額になろうと上がろうと別に売る気もありません。毎年来る株の優待券を使いますってだけなので、なので結構会社として株価安定したりするんですよね、逆に。なので実はそんなにね大損もしないんですよ、株主優待券を結構頑張ってる会社って。なのでそういうところに手出すといいんじゃないかなと思います。ひろきさん、株主優待がある株をお勧めしていますが、そういった株は配当が少なかったりします。なら配当が多い方の株で株主優待のものをその配当で買う方が断然お得だと思いますが、ひろきさんはなぜ株主優待の株をお勧めるんでしょうか。配当は課税されるからです。あの配当の場合って課税されて、かつその要は配当自体に課税されるっていうのもあるし、あとその配当を配るためにまずそのあの法人が法人税を払って余った後のお金を配当として配るんですよね。でもその株主優待の場合って別にあの要は株主用のチケットとしてあのなんか経費としてあの参入されてるので、なのであの会社の利益が出ようが出まいがひとまず株主優待自体は出るのと、あとその株主優待自体には税金はかからないんですよ。要はその会社がその配当を払おうとする時点でまず法人税で 50% 払わなきゃいけなくて、で僕の手元に来た時もさらにその配当として 20% かなんか課税されると思うんですけど、ただ株主優待の場合は法人の方も株主優待券に対して課税されないし、受け取った僕も課税されないっていうのがあるので、なのであの株主優待券の方が得っていう話です。はい、